ップ。それでは表題の文献を丸山が紹介します。でこの文献の、まあ、情報はこちらです。 ACL2019 の、ペーパーになってます。で、はい、表題にある通り、まあ、ここで取り組んでいるのは教師なしの要約です。で、まあ、もう提案しているモデルすごくシンプルで、まあ、2つの言語モデルを組み合わせるっていうだけなんですけど、まあ、それだけで教師なしの要約をやります。で、まあ、結果として、まあ、その生成型っていう、タイプと、まあ、抽出型っていうタイプあるんですけど、まあ、2つのタスクで、まあ、有用性を示したっていうような内容です。はい、で初めにというところで、まあ、教師なしの要約、まあ、最近増えてきて、まあ、いろんなモデルとか学習の方法が、まあ、提案されているんですけど、まあ、ちょっと複雑なんで、まあ、今回はそういうのを全く使わない、ただ言語モデルを組み合わせるだけっていう、まあ、シンプルな方法を提案しますっていうような内容です。で、早速モデルの説明なんですけど、まあ、ここで注目しているのは、まあ、その要約の特性の2つの特性で、まあ、なんて翻訳したいかちょっと分かんない、正確性ってやつと、まあ、流暢性ってやつですね。その、まあ、入力のテキストと、まあの意味を保持しているっていうことと、あとはまあちゃんと流暢であるっていうこと で、まあ、その2つをまあこういうふうに式で、まあ、その2つの、なんか確率の積で表しますというような形です。で、まあ、このラムダってついてるのが、まあ、重み付けになっています。で、順番に1個ずつ説明していきます。最初はに、その正確性と呼んでる方ですねは、まあ、ざっくり言うと、まあ、その入力テキストとこの次に、どの単語を出力するかみたいな単語を選ぶ時の、まあ、コサイン類似度っていうのを使ってあげます。で式に表すとこんな感じで、で、まあ、ある、まあ、ある区間 X が入力テキストなんですけど、その入力テキストの、まあ、ある区間と、まあ、その出力する単候補になる単語の、まあ、シミュラリティを、まあ、こんな感じで取ってあげるって感じですね。マックスで取ってるんで、まあ、その一番マッチしてる、そのテキストと一番マッチするところが、まあ、そのシミュラリティになるっていう感じです。で、まあ、それを、ボキャブラリー全部でやってあげると、まあ、それぞれの、まあ、単語のこう類似度みたいなのが出てくるんで、それをソフトマックスにかけてあげて、まあ、こう確率分布みたいに見なしてあげるっていうような、モデルです。はい、で、まあ、どういうふうに計算しているかっていうと、まあ、これが、こういう手順で計算してて、まあ、最初に、まあ、さっきの式でシミュラリティを計算します。で、まあ、その後に、まあ、そのなんか分布、さっきのソフトマックスかかったやつと、まあ、そのどこに対応するかみたいな位置を計算してあげて、まあ、それをずっと最後まで繰り返していくっていうだけなんですけど、まあ、この時に、まあ、その要約のまあ単調性っていうまあ性質をまあ仮定してあげて、その過去にの出力のと対応している部分以降の部分だけで、そのシミュラリティを計算してあげるって感じですね。なんでここの例だと、まあ、その Z がその位置を表してるんですけど、まあ、その前回の出力がまあここに対応してるんで、これよりも後の部分だけで、シミュラリティを計算してあげて、まあ、これをどんどん進めていって、あ、末尾、入力テキストの末尾に行くまでこう生成し続けるっていうような、まあ、やり方です。まあ、単語のまあ抽出に近いんですけど、まあ、こういうふうに分布を仮定してるんで、まあ、まあここにある単語以外のものも選ばれる可能性っていうのが入っているっていうようなまあモデルです。で、次にまあ流暢性、まあ、これは言語モデル確率を使うんですけど、まあ、その時にちょっとだけ工夫をしてあげるっていうことをやってます。で、まあ、やってるのはそのボキャブラリ出力語彙を、まあ、なんか制約っていうか、まあ、あるこうその空間をなんかある領域に区切ってあげて、それでまとめて計算してあげるみたいなことをやってます。で、まあ、やってるのはそのなんかボロノイ分割っていうのを、そのボキャブラリーの空間を分割してあげて、で、まあ、対応するところにマップさせてるって感じで、まあ、どういう分割かっていうと、まあ、なんかある母点を選んだ時に、まあ、どこと近いかみたいな感じで、まあ、こんな感じで領域を区切ってあげるってやつです。で、母点として、まあ、この
黒い点として選ぶのは、今回はその入力文書の単語っていうのを選んであげて、で、まあ、そのどこの領域に入っているのかっていうので、まあ、まとめて言語モデル確率を計算するという形です。なんで、まあ、この和の式が入ってて、まあ、そのある領域の、言語、その一つの領域の中で、まあ、まとめ上げて、まあ、言語モデル確率を計算するっていうような形です。で、まあ、この2つを、まあ、最初さっきのスライドと同じなんですけど、まあ、この2つを、まあ、積で表して、まあ、その出力単語を決めるっていうような、まあ、モデル、シンプルなモデルです。はい。で、実験設定で、その正確性の方は、まあ、得るものを使ってて、で、流暢性の方は、まあ、LSTM の、まあ、言語モデルを使ってます。で、データセットは、まあ、2つ、この2つ、生成型と抽出型の2つのパターンで、まあ、評価をしています。はい。で、結果です。で、左側が、まあ、生成型の要約で、右側が、抽出型の要約です。で、まあまあ、リードと、まあ、教師なし、教師ありと、まあ、オラクル、まあ、こっちは、抽出型なんで F1 と、まあ、コンプレッションレートですかね、その圧縮し、どれくらい圧縮できてるかみたいなので評価しています。で、まあまあ、このコンテキスチュアルマッチっていうのが、まあ、提案しているモデルで、まあまあ、結構シンプルなモデルなんですけど、まあ、強化学習とかいろいろ使っているモデルと、まあ、匹敵するくらいの性能、まあ、若干高いところもあったりとかするくらいです。で、まあ、教師ありと比べると、まあ、低くなってて、まあ、オラクルとも、まあ、まだ結構差があるんで、まあ、もっともっと改善する余地はあるっていうような結果です。はい。で、まあ、今回はその、まあ、そのモデルの性質上、多分結構その単語を一つずつ抜き出してくるみたいな、まあのに近い出力になるんですけど、まあ、その類似度で、まあ、こういうふうに分布ソフトな形で、まあ、考慮してあげることで、まあ、その単語の抽出だけじゃなくて、まあ、その流暢になるように、まあ、生成もできているというような、まあ、例ですね。今左側が、出力例で、まあ、右側が、まあ、そのアライメントを取った時の、まあ、その どこに対応づいているかみたいな例です。はい。で、まとめです。まあ、ここでは、まあ、教師なしの要約っていうのに取り組んでて、まあ、そのコンテキスチュアルマッチングモデルっていう、まあ、その入力テキストとの、まあ、類似度を取りながら、まあ、取るようなモデルと、あとは、まあ、そこに対して、まあ、流暢性を考慮するようなモデルの2つをの、まあ、言語モデル組み合わせて、組み合わせるで、まあ、要約を生成する手法を提案しています。で、まあ、どちらのタスクでも、まあ、その効果っていうのを示しましたというような内容です。以上です。